こんにちは。エンジョイワークスの遠藤です。石原です。ボーイズとブーイズ早は今日は1編ということで、はい、やってきました。大磯一です。イエーイ、こんな感じ、すごい。じゃあ説明、はい、説明します、はい、大磯市はですね、毎月開催されてるらしい。毎月で毎回3000人から5000人の人が来るって言われてる。すごくない？かなりでかいビッグフェスティバルイベントになっております。でここで人気になると、まあ、大磯とかで実のね店舗を持てるみたいな、ジンクスがあるみたいで、若手がチャレンジする場になっていたりだとかするんですよ、うんうん、そうなんです。なのでめちゃめちゃ今注目を集めている大磯市でございます。ありがとうございます、はい、であとね、出店するには大磯町の選考みたいのがありまして、で大きなお店とかよりかは個人でこれからやりたいですっていう人とか、地域に住んでる人っていうのを優先的に選んでるみたいなんで、ローカルファーストなんですね。そう、ローカルファースト。で手作り感も大事。手作り感がある。で出店者たちのなんかコラボが自然に生まれたりだとか、なんかそういった面白い流れができているという位置でございます。ございます。はい。じゃあ早速行ってみましょう。大磯市は神奈川県下最大の朝市とだけあって、とにかく出店数が多い、アンドですね、非常にピースな雰囲気なのが印象的でした。港で釣りをしながらフードカーで買ったハンバーガーをガブリ、大磯コロッケを頬張りながら芝生でビールを飲む、とっても幸せな時間が大磯市にはありました。葉山と一緒で山と海が近接した地形なので、漁港の芝生に座っていても緩やかな山並みが望める、どこに行っても自然の存在を感じる豊かな場所だなと思いました。ここがすごく葉山に似ているなと思いましたね。またですね、ドッグフレンドリーなのでワンちゃん連れの人が多かったのも特徴です。ペット用品やドッグフード、保護犬の譲渡会なども行われていました。愛犬家の間ではですね、大磯市は犬市とも呼ばれているそうなんです。ちなみにこの大磯市、7月9月は17時から20時半開催の夜市になるそうです。すごい楽しそうです。大磯市は大規模で月に1回、葉山日曜マーケットは小規模で週に1回、共通点はローカルファースト。後半は葉山日曜マーケットに突撃します。ぜひご視聴ください。おはようございます。おはようございます。葉山マーケット日曜市に来ました。やってきました。ですね、葉山マーケットなんですけれども、毎週日曜日8時半からだいたい10時半ぐらいですかね、までの間でやってる朝市です。場所はアブズリ港という葉山マリーナの隣になるんですけども、結構コンパクトな感じでやってるんで、よく調べて行った方がいいかなと思います。ザ・葉山という有名なお店が出店してるので、ぜひぜひ来てください。はい、今8時半になってないです。だけど満車満車並んでます。並んでますよ。ディズニーランド買ったパーキングするときは要注意。要注意。要注意。おーおーいいね、はい、おーいいね。あ、富士山見えてる。いいね。あ、ここ漁師のやつだって、すごいね。あ、サザエ売ってるよ。すごい、いいね、いっぱいサザエだ。ちょっと何買うか迷うね。あ、パン売ってる。これブレドールだ。違った、チーズケーキ。切り落としだったけど、ああなくなっちゃったってことだ。うわあ、美味しそう。こえー。え、朝一プリンも。すごい、完売した。早いね。もうだって5分ぐらいしか経ってないよ。みんな5時半から来てる。はい。ルルル。いいねー。ここ。ここいいね。ここはいいのよ。いいね。仕事行けなくなっちゃう。やっぱさ、みんな釣りしてるね。いいね、超いいじゃん。ちなみに
私たちは8時半ちょい前に行ったのに何も買えなくて、何にも買えない、全敗したっていうね。多分みんな5時半ぐらいから来てます。しかも車もめっちゃ混んでる。これはかなり戦略を練っていかないとね。そうですね、はい、何も食べないとはね、はい、フラッとフラッと来ちゃダメです。そう、ダメ戦いに行くつもりで、戦いに行くつもりで行かないといけないっていうことがよくわかりました。よくわかりました。じゃあ、うん、あれだね、10時からね、別のお祭りもあるんで。そうなんです。葉山ちっちゃい町でいろいろ点々とこじんまりといろんなのやってるんで、この後別の祭りにゴンさんと行ってきます。行ってきます。さあ、朝の葉山マーケットに続きまして、はい、カズハヤ祭り行きました。カズハヤ祭り、カズハヤ祭りはですね、1年に1回かな、うん、やってる、まあ本当にお祭りなんですよね、うんうん、でこの時期にやってまして、カズハヤ橋っていうエリアだから、まあ、堀内を中心に、まあ、長屋も入るのかな、が、中心になって、そこの商店会の人が、主催してやってくれてるんですけど、ちょうど僕らと同じぐらいの年代の。3、40代のね。そうね。3、40代の人が中心となって、街を盛り上げるぞっていうことでやってくれてるお祭りでございます。あの辺りにある美味しいお店が全部参加してるんで、祭りクオリティをはるかに超えて、めちゃめちゃ美味しいご飯が食べれます。うん、はい。だからお父さんお母さんも超楽しんでる。ビールも飲んだりして。めっちゃ飲んでるよ、ね。そんな最低飲んでるお祭りです。じゃあ、行ってみましょうか。行きましょう。何食べようかな。行ってきまーす。行ってきまーす。天気がいい。モリベーの唐揚げとキュウリとバンレーのガバオとパッタイ。あ、パッタイ？バンレーのパッタイ食べたいと思います。辛いのいっぱいかけちゃったからね。めちゃめちゃ辛いのかけた。はあ、お腹すいた。固まってる。そうよ。うまっ。うまっ。はい、こんなとこで食べてます。え、だってあの人たちさ、えって言ってたじゃん。だからそれなんか本当に結構辛いやつなんじゃない？めっちゃ辛い。でもうまい。じゃあ、あれだね、大磯と葉山両方位置行ってみて、はい、うんうん、なんか共通点あったなと思って。はい。ローカルファースト。ローカルファーストね。うん、あ、確かに。すごいやっぱ住んでる人のことを考えてやってるイベントだなと思って。うん、そうだね。うん、ローカル中心だし、お客さん楽しんでるのもローカルだし、うん、そう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 、だって今日葉山のやつ行ってさ、うん、10人以上に知り合ってそう、そうそうそう、おーみたいな同窓会そう、軽い同窓会状態みたいな。そうだね、だから遊びに来てくれたらなんかその感じとかも体感してもらえるかもしれない。間違いない。地元ここに住んだらこんな友達ができて、友達に会える機会がこういうお祭りだったりするんだなみたいなのが。そう、だからね、どんな人が住んでるかっていうのもすごいわかると思うんで、うん、なんか物件だけじゃなくてやっぱこういうのに出る、行ってみるっていうのはすごい大事だね。大事、うん、なんかめっちゃ私シャイなんで行けませんって人はお誘っていただければね、ご案内の、ね、一緒に行きますよ、はい、織り交ぜていくので、はい、ぜひぜひ行ってみていただければと思います。両方良かったね。良かった、なんかそれぞれの良さがあった。大磯、うん、すごいビッグだし、うん、葉山はもう真逆、超ちっちゃい、超ちっちゃいギュッてしてた、うん、それがすごい良かったので、ぜひ確かに一緒に行きましょう。あ、行こう行こう、うん、そうしようそうしよう、そうしましょう。はい、じゃあ1バトルは以上、以上になります。はい、じゃあまた、バイバーイ、バイバーイ。